そんなうまくいきません。以上です。その何だろうな、あの株で儲けられる一部才能がある人がいるのも事実です。でも基本的にはそのやっぱりあの、まあ、インデックス投資を超える割合でパフォーマンスを出す人っていうのはほとんどいないんですよ。なのであのたまたま2倍になったよねってなると思うんですけど、まあ、今年はアメリカのリセッションが来るんじゃないかと言われてるんですよね。要はそのアメリカの株高っていうのが、まあ、ある程度こう抑えてむしろ株価がボーンって下がるとかあるんじゃないかって言われてるので、なのでそうなってくるとその株をなんかいろいろ張ってたけど全部下がりましたっていう可能性もあったりするので、なのである程度その、まあ、ずっと今までのあの上がり調子だったので、要はその日本の株って割と円安がずっと続いてたので、その外人自身が興味を持っている日本株に投資しておくと、まあ、ずっと株価上がるよねっていう形で割と得をしてたんですけど、その構造というのもあの植田さん、日銀総裁があの日本の金利上げるかもって言ってたんですよね。まあ、あのその石川県の地震とかがあったので、まあ、ちょっと上げられないよねっていう形でまた今円安方向に出て、なので年末ぐらいに1ドル141円ぐらいだったのが今1ドル143円とか144円とかにまた円安方向に動いてると思うんですけど、っていう感じでそのどう動くかわからないっていうのは、あとまあ今回のその地震みたいなのも割とすごい影響になるんじゃないかって言われてるので、なのであの長期的には結構日本の足腰を崩すんじゃないかという予想もあったりするので、なのでなかなか予想通りになるような株価ではないんじゃないかなと思いますけども、まあとはいえあの勝つ人は勝つので、そこら辺は才能の問題で勝つ人もいるとは思いますけども、僕は一般論でやめとけって言います。はい。